かえでおはよう。おはよう。実は3日前ぐらいからかえでが漆かぶれに初めてなって、もう体中全身こんな感じでね、今ちょっともう収まってきたけど、ひどいこうかぶれでね、顔がパンパンに腫れて、でこうね腕も今も本当に収まってきた後なんだけどね、こんな感じで全身に、この辺もねひどかったんだよね、ぐわーっと、お腹もぐわーっとね、うん、どうだった、初めて漆にかぶれて嫌だった、何事かと思ったね。で皮膚科に行って見てもらったら、これはもう漆ですってね、ジンマシンではありません、でこんな風にねこう斑点が出てくるのね、こっち側もね斑点が、治ってよかったね、治ってよかった、本当に漆でよかった、漆で。最初はなんか、なんか病気かと思っちゃった。ママも心配したよ。こう具合が悪いとかはなかったもんね。ただただ痒い、痛い。それをこらえるしかなかったもんね。どこで漆触ったんだろうね。木登りかじゃない。住んでるとこが山だから、わかんないね、いつ触ったのか。また次触ったらまたこうなるからね、帰って。気をつけないとね、漆の木は気をつけてね、色が違うから。